だからね、その6万500円の差があるんかな。よう聞くと思います。おお、ガタガタしてるけど、これはすごいわ。クロス株嫌だなーって。株丸チャンネル。じゃーん、クロス株借りてきました。ホンダの新型のクロス株 110JA60。 こちらを今回ですね、バイク屋さん時代の店長にお願いして借りることができました。しかも3、4日貸していただけることになったので、しっかり走ってレビューしていこうと思います。 JA59 とクロス株 JA60 比べてみて、どっちがええんか。お値段の差は6万500円あります。その差分の価値があるのか、スーパー株にするかクロス株にするか悩んでる人、見ていってください。基本僕が JA59 乗りなんで、ちょっともうひいきにはなると思います。 JA59 めっちゃ好きなんで、なんで辛口で思ったことをほんまに言っていこうと思うんですけど、初心者向けでもそうですし、ちょっとバイク詳しい人でもこの違いっていうのをね、楽しく分かれるように説明していこうと思うので、よろしくお願いします。レビューしていこうと思うんですけど、めっちゃ楽しみ。いいね。よし、早速乗っていきましょう。いきます。ちょっと待ってください。その市場、ちょっと待ってください。スーパーカブ110とクロスカブはスプロケ、このギア比が違うんです。エンジンとタイヤの大きさ全く一緒やのに、ミッションも全部一緒やのに、スプロケのギア比が、これが違うんです。なのでクロスカブとJA59 のスーパーカブ一緒に乗ったら、あれ、クロスカブの方がちょっと速いなっていうのになってしまうんですよ。感覚が鋭い人ほど落ちりやすいので気をつけてください。わ、やっぱりね、ハンドルがやっぱ9センチ広い分ワイドっすね。なんやこのポジションは。で、クロスカブの最大の難点っても言っていいほどのこの車高の高さ、足つきの悪さっていうのを、もう店長がね、もうすでに竹革のローダウンと車外のシートでネガティブ解消しちゃってるっていう、この最強のクロスカブでちょっと今回走っていこうと思うんですけど。おお、ガタガタしてるけど、フロントのさすがなんか吸収してますよ。そこまでハンドルにはけえへんね。あれっすね、これスタンディングでこのハンドルの高さっていうのが生きていきますね。普段立ったりとかして段差越えることが多いよっていうバイク乗りの人はクロスカブめっちゃええんちゃうかなと思うんですけど、いやいや、普段ね、ちょっと伏せて走ることが立つことよりも多いいう人はスーパーカブ110の方が向いてるんちゃうかなと思いますね。最高やね。やっぱりね、エンジンの癖とかはね、 JA59 と全然一緒っすね。ただもうポジションが違うっていうのと、このメーターのね、表示がちょっと違うので、あ、なんかクロスカブに乗ってるんやなっていう感じがありますね。バーハンドルはね、やっぱいいっすね。とはやっぱりね、全長が長くなったんで、取り回しがね、ちょっとだけ JA59 より悪い。ただ考え方ですね、 JA59 が良すぎるんか、これが普通でっていう考えもありますけどね。やっぱりね、 JA59 オーナーとしてはそっち寄りの意見にはなりますね。足つきはね、ほんまにもうローダウンしてるから全く問題ないですね。これローダウンしてなかったらちょっときついですね。僕、クロスカブ嫌だなーって。JA59 でいいかなーって思っちゃいますね。いやー、これほんまによう走りますね。やっぱりね、 JA59、JA60 のこのエンジンはね、トルクフルで本当にね、乗りやすい、力強い。
もう4速でねこうぐいぐい伸びてくるんですよ。こうやってほらこんなね力強いね 110cc のエンジンねたまらんっすね。じゃあ一体どれぐらい力強いかっていうと、今皆さん走り見てもらったと思うんですけど、実はですねよいしょ後ろに嫁丸乗せてます二人で乗ってもねこんだけねパワーあるんでねほんまにね完璧っすね。さあクロスカブのいいところをもっともっと探しに行きましょう。二人乗りで今ねアクセルを全開にしてなくて戻してるんですよ。逆にあんまり開けすぎてもね走るは走るんですけど振動がねすごくなっちゃうんで、まだ正直余裕あります。2人乗りでこの坂登ってめちゃめちゃ余裕あるんですよ。このトルクやばないですか。バーベキューとザリガニ釣り、カブマルチャンネル。今回あの最大の分岐点とも言えるフォークオイルからねあのキャストオイルに変わったじゃないですか。オフロードに全振りするんやったらちょっとね今回ハードルが上がったんかなと思いますね。オフロードねあの空気圧極端に減らして走るじゃないですか。でグリップ高めてでスポークホイールがあのええ感じにたわんで衝撃吸収してっていう点ではキャストでね山の中走ったらね空気圧下げてあのビーフィードがねリムから外れてめっちゃ危ないんです。クロスカブや。同じクロスカブや。カブマルチャンネル。なんでカブマルがクロスカブじゃなくて J59 にしたかっていうと、カブが好きすぎで、であのレークシールドあるやないですか。レークシールドなかったらねあの落ち着かへんのですよ。だから単純にあの泥とかね雨とかが足にかからへんとかじゃなくて、レークシールド依存症候群なんですよあれなかったらねほんまにね落ち着かへんから、レークシールドのあるスーパーカブ 110J59 の方がもうね僕には合ってるんですよ。でカブ系 YouTuber 界のマンチカンと言われているカブ丸ですが、あの手足がやっぱ短いんでね、特に足短いからあのクロスカブやったらね届かへん。まあ危ない。カブ丸スーパーカブ110新型とクロスカブ110新型の共通点、まずエンジンは全く一緒です。ミッションからピストンからしかもあのエアクリーナーのところダクトもそうやし、エアクリのフィルター、これも全部一緒のもの使ってます。走りは全く一緒です。次にタンクも同じ部品番号同じの使ってます。でウインカーとかのスイッチ類これも一緒です。でヘッドライト場所は違うし付け方も違うものの、ヘッドライト自体の品番は一緒なんで全く同じ明るさと機能です。そもそものこのフレーム骨組みのところも大まかに同じフレームを使っているので剛性とかも全部一緒です。これが共通点。外観自体ねすごいねナウい感じになってて、結構のヤングな子がね乗ってるイメージがあるんですよ。と細かいところもハイカラの部品入ってるんで、あのチェーンカバーがマットブラックで、キャストホイール今回チューブレスになりましたよね。そこのところが、まあ、黒になって引き締まってるし、あとはですねここですね、パイプのメインフレームのガード、スーパーカブ110はレッグシールドになってますよね。ここが大きく違いますし、なんたってこのバーハンになってますよね。これがねちょっとねもう見た目が超おしゃれ、めちゃナウ。カブマルチャンネル。検証していこうと思います。どんな違いがあるんか、でバラせるとこはバラしていこうと思うんで、よします。正面から見たポジションなんですけども、明らかにクロスカブロが位置高いですよね。高さも高いし幅も9センチ広いです。じゃあ実際に手を置いてみたらどんな感じになるか見てみましょうか。こんな感じで、うちのアンデッドも言ってるようにちょっとねハンドルがワイドで広いんで、まあまあ操作性ね慣れたらいけると思うんですけど、それまではねちょっとね乗りにくく感じるよね。
まずは JA59 のライトです。はい、続いてクロスカブです。ハンドル切ってもライトはまっすぐ、これはさすがに JA59 に軍配でしょう。やっぱ遅れてきますね、ヘッドライトが。ほらほら、スーパーカブの方がよ。うん、ヘッドライトがね、遅れてくるのもちょっと慣れてきました、正直。うん、甘えるな、慣れろ。クロスカブと JA59、 重さはクロスカブの方がだいたい6キロぐらい重たいです。5キロのお米想像してみてください。あれに牛乳パックが1個ついてくるぐらい重たい。軽いはいいですよね、JA59 最高です。次に JA59 の方が最小小回り半径が10センチぐらい内側に回ることができるので小回り効きます。で、次に大事なディスクなんですけども、ディスク自体はこれ同じ部品使ってるんですよ。あ、じゃあ同じかと思うじゃないですか。びっくりしたんですよね。クロスカブキャリパーのピストンが2つあるんですよ。これはビビった。 JA59 はピストンが1個です。1個ですけどね、その分大きいです。さあ、どっちがいいんでしょうか。で、さっき乗ってみたんですけど、こっちの方がね、やっぱりね、ガチンと効く感じはするんですけど、そこまでね、劇的な大差はありませんでしたので、僕が感じる中では、まあ、どっちでもいいんじゃないかな。では、ただ、物理的にこっちの方がよう効くと思います。調整はしやすいと思います。これタッチですね。JA59 のタッチ見てみましょう。止まってる状態ではあんま変わりないとは思うんですけど、走ってる時にね、やっぱりこっちの方がね、タッチがね、よう効く感じがしたんですけど、あれと思って、ちょっとよう見てみたんですよ。さあ、ブレーキのレバー見てもらっていいですか。まっすぐになってるんですね。ただ、こっちの場合は、ちょっと、角度ついてるの分かります。これ、パワーレバーになってるんですよ。しかもね、ここが長いんで、力入りやすいんですよ、そもそもが。なんでこんなことになってるんかなと思ったら、クロスカブキャリパーね、ピストンが2つになってる分、当然ね、マスターもちょっと大きいんですよ。なので大きいレバーの方が制動しやすいですよね。なのでこうなってるんじゃないかなと思ってます。知らんけど、あのキャリパーの種類が違うんで、当然あの ABS のモジュレーターも、心臓部ですね、そこも部品番号違うんで気をつけてください。フロントフォークですけども、クロスカブの方がフロントフォークね、太いしちょっと長いんですよ。 J5 系ちょっとね、クロスカブより細くて短い。なので衝撃吸収のストロークはこっちの方が分があるんですね。しかもここにね、蛇腹のダストブーツついてますよね。 JA59 はこのカバー外したらフォーク見えてるんで、ちょっとゴミはね、要はダストシールあるもののちょっと錆びやすいんかなと思います。こっちはね、しっかり守られてるんで安心ですね。チェンジペダルは同じもの使ってるんですけど、ただですね、これ見てください。ステップがね、加藤式なんですよ。いいっすねここまで上がります。あとはですね、サイドカバーとかの部品も共通やと思うんで、つくかちょっとやってみましょうか。はい、今2つともカバー外してみました。こんな感じですね。これ裏です。うんうんうん、つきそうですね。じゃーん、クロスカブのサイドカバーつけました。こういうね、もう大体のとこはもう共用なんで、こんな感じ。お、ちょっとなんか雰囲気変わってかっこいいな。こんなんね、あのレンタルバイクでやったらしばかれますからねこんな感じでね、あの共用な部品もね、あるんで、お互いね、切磋琢磨してね、部品をね、共有し合ってかっこよくなったらいいんじゃないかなと思ってます。よくね、ここの金具がね、取り外しめっちゃ楽なんで、クロスカブのシートをスーパーカブにつけて、スーパーカブのシートをクロスカブにつける人がね、よくいらっしゃるんですけどね、みんないろいろ楽しんでますね。このね、なんかブレーキアームがね、リアがね、ちょっとなんか長い気がするんですよね。JA59 なんぼや。うわ、見つけてしまった。 JA59 よりクロスカブの方がリアのブレーキのアーム長いっすね。これは力入るぞ。しかもここですね、まさかなんですけど、ドラムがね、 JA59 のリアのドラムよりもクロスカブの方がね、ドラムね、大きいんですよ。おいおい、そんなところまで差つけてるんかと思って、見てください、デカドラムなってるんですよ。フロントだけじゃなくてね、リアの制動力もね、高いはず。びっくりした。まあ悔しいですが、まあ、レクシールドない分整備性はね、しやすいですね、こっちの方が、と思います。やるやん。
クロスカブ。小回りだったり軽さ、足つき、取り回しっていうのは J59 に分がありました。しかし足回りの安心さ、ブレーキ性能はクロスカブでした。あとは2台ともしっかりカブです。カブらしさはしっかり残った走りと性能なんですけども、こんなにね違うとは思いませんでした。返したくないな、うちの子になれへんか。カブ丸、クロスカブほんまに選ぶべきなんかな。スーパーカブ110でええやん。いやすごいわクロスカブ。オフロードとオンロードのクロスオーバー、しかもオンロードより、これで出来上がってますね。めちゃめちゃ考えて作られてますわ。まさかねリアのドラムまでデカドラム大きくなってるとは思わなかったです。びっくり。ちゃんと走り考えてる。全体的にバランスも取れてるし、これを買った人がオフロード寄りに全振りしたいんであれば、一番お金がかかるベースのところ、足回りっていうのがもうオフロード向けになっているので、あとは自分好みにガードをつけたりで、マフラーが当たらへん上に上げることによって最高のねオフロードバイクになります。街乗りで走りたいって人はカゴとかつけて、箱とかもつけて街乗りにも振っていけるっていう、カスタムのベース車両です。どっちにも振れる。だからクロスカブなんですね。名前はねこれ伊達じゃない。ただ J59 の方がまあ小回りが効くとか街乗りには特化してるんで、あれはオンロードをいかに速く走るかっていう風に開発されたホンダのレーサーリプリカバイクなので、これは何人でもできる元の原石のようなバイクなので、どっちにでも振れる、オーナーさんによっては。でスーパーカブ 110J59 はあれもねどっちでも振れるんですけど、足回りこう上げようと思ったらこの差額でやるのはちょっとめんどくさいし、お金がオーバーしちゃうと思うんで、最初からやってくれてるのはねめちゃめちゃありがたい。じゃあ僕がどっち買うかって言ったら、まあ J59 買いますけどね、めっちゃ好きやから。ただこれは増車したいなっていうぐらいのいいスペックを持ってます。今からクロスカブ返してきます。なんか何とも言えないこの卒業式みたいな寂しさがあります。あとやっぱりレクシールドないとスースーして落ち着かへんですうん、返したくないな。ほらしっかり食べるんやで、ありがとうね。じゃあ最後に車の流れに乗れるっていうことを一緒に証明しに行こうか。夜道の国道の流れに乗ることができるんかっていうのを最後にね証明して、この検証レビューですかね、終わりにしましょうか。はい、流れに乗れましたということで、クロスカブで車の流れに乗るのは余裕です。安心して皆さんクロスカブでツーリング行ってください。でも本当にねいろいろ言ったんですけども、あくまでねカブ丸個人の感想ですので、今回この動画を皆さん一つの判断材料にしてもらって、もう最後は自分で好きなカブ買ってください。特にあの J59 っていうすごいいいカブがあるんでおすすめですけどまだ言うてんかい。クロスカブ見てください。見てクロスカブで次 J59 しっかり見ました。でこっちも見ました。はい、見た目好きな方買ってください。